逆流性食道炎がちょっとあるんですけど、うん、いい、じゃあ寝て、どっちを頭でもいいです。で、肋骨の下、ここ軽く押さない、痛い、大丈夫、ちょっと気持ち悪い、気持ち悪いですね、でちょっと硬いです。だからこれはね、これ分かります、息を吐いてしまった瞬間に引き下ろすんです、食道をね。これだけでも、いや、丈夫になってきます。多分これでも治ってるはずです。逆流性は。はい。